ダンサーの皆さんが最強サポートしてくださったおかげでけがなく無事に No. アンダーラインアイの初の単独公演が成功しました3日間素晴らしい最高のステージをありがとうございました6月のある晴れた日東京の一角にある大規模なコンサート会場が熱気に包まれましたその日 No. アンダーラインアイというダンスグループが初の単独公演を迎えたのです 彼らの公演は3日間にわたって行われ、合計6公演が無事に終了しました。この壮大なイベントは、ファンや観客にとって一生忘れられないものとなりました。特に注目を集めたのは、ナンバーアンダーラインアイのメンバーと一緒にステージを盛り上げたダンサーたちのパフォーマンスでした。彼らのダンスは、ショー全体に重厚感と臨場感を与え、観客を魅了しました。 ソーシャルメディアには感動と興奮に満ちたコメントが次々と投稿されましたファンたちは公演の素晴らしさを絶賛しダンサーたちの存在がステージにどれほどの影響を与えたかを熱く語っていました例えば「リナさささん、ニーナさん、んーエンジェルさんでしたよね。女性ダンサーさんありがとうございました」というコメントにはダンサーたちへの感謝の気持ちが込められていました また、ダンパフォンリーのところ、もう一回見たいです。エンジェルさんの髪型素敵といった具体的なコメントもあり、観客が細部まで楽しんでいたことがわかります。公演の間、ステージ上で繰り広げられるダンスパートは特に印象的でした。中盤のダンスパートでは、ナンバーアンダーラインアイとダンサーたちのチーム感が際立ち、まさに一つのユニットとして観客を魅了しました。 この公演の成功は彼らの努力と情熱が結実したものであり、その背後には多くのストーリーがあります。ダンサーたちの一人一人がそれぞれの個性と技術を持ち寄り、共に最高のステージを作り上げました。初日から最終日まで全ての公演が観客の心を揺さぶり続けました。ある観客は最高なパフォーマンスをありがとうございました。 お疲れ様でしたと感謝の言葉を残しており他の観客も同様に「素敵なパフォーマンスをありがとうございました」と絶賛していましたこのようなコメントからも分かるようにナンンバーアンダーアダインアイとダンサーたちのコラボレーションは大成功を収めました公演を通じて彼らは観客に感動と興奮を届けるだけでなく自身も大きな成長を遂げましたスステーージ上でのパフォーマンスは、 ただのダンスではなく、一つの物語として観客に伝わりました。その物語は、練習や準備の過程、そして本番での一瞬一瞬に込められた情熱と努力から成り立っています。例えば、リハーサル期間中、ダンサーたちは数えきれないほどの時間を費やし、完璧なパフォーマンスを追求しました。彼らは細部にまでこだわり、毎日のように練習を重ねました。 その努力の結果が観客を魅了する圧巻のパフォーマンスとして結実したのです。公演が終わった後も観客の感動は続きました。多くのファンが配信でじっくり見られるのがとても楽しみとコメントし、再びその感動を味わうことを待ち望んでいました。ダンサーたちのパフォーマンスはただそのばっかりのものではなく、長く記憶に残るものでした。このようにして、 ナンバーアンダーラインアイの初の単独公演は大成功を収めました観客の心に深く刻まれたその記憶は彼らにとっても大きな励みとなったことでしょうこの公演の成功の裏には数多くの要素が絡み合っています一つはナンバーアンダーラインアイのメンバー自身の才能と努力です彼らはそれぞれが持つ個性と技術を最大限に生かし 観客を魅了するパフォーマンスを披露しました。さらに、ダンサーたちの存在も重要でした。彼らはステージ全体に一体感をもたらし、ナンバーアンダーラインアイのメンバーとともに最高のショーを作り上げました。特に注目すべきは、観客とのつながりです。ソーシャルメディア上でのコメントからもわかるように、観客はこの公演を心から楽しみ、その感動を共有しました。 彼らの声はナンバーアンダーラインアイとダンサーたちにとって大きな励みとなり、さらなる成長を促すものでした。このような観客とのインタラクションは、現代のエンターテインメントにおいて非常に重要な要素となっています。例えば、あるファンは生で拝見させていただきました。めちゃくちゃ素敵でした。ありがとうございました。アマプラも楽しみしてます。 とコメントしておりリアルタイムでの感動を共有することができましたまた「n ーアンダーラインアイ」の世界観を激しくそして静かに素敵にシンクロして表現されていてとても感動しましたといったコメントからもわかるように観客はその場の感動を長く心に留めていましたこのようにして n ーアンダーラインアイの初の単独公演は多くの人々の心に深く刻まれました 彼らのパフォーマンスは、ただのダンスではなく、一つの芸術作品として多くの人々に感動を与えました。今後も、彼らの活動がさらに多くの人々に感動を届けることを期待しています。公演の後、ナンバーアンダーラインアイのメンバーとダンサーたちは、それぞれの感想を語り合い、次のステージに向けて新たな目標を立てました。彼らの努力と情熱は、 必ずや次の公演でも大きな成果をもたらすことでしょうこの成功を糧にさらなる成長を遂げることを期待しています彼らのパフォーマンスはただのエンターテインメントではなく多くの人々に希望と勇気を与えるものでしたその背後には多くの努力と情熱が込められておりそれが観客の心に響いたのです例えば リハーサル期間中のエピソードを振り返ると彼らの努力と情熱がいかに重要であったかがよくわかりますダンサーたちは一つ一つの動きを完璧にするために数えきれないほどの時間を費やしました彼らは細部にまでこだわり毎日のように練習を重ねましたその努力の結果が観客を魅了する圧巻のパフォーマンスとして結実したのです また、ステージ上での一体感も重要な要素でした。ナンバーアンダーラインアイのメンバーとダンサーたちは、まるで一つのユニットのように息を合わせ、最高のショーを作り上げました。その結果、観客はただのダンスパフォーマンスを超えた、一つの物語としてのショーを楽しむことができました。例えば、中盤のダンスパートでは、彼らの一体感が際立ち、 観客はまままさににその場に引き込まれましたこのようにしてナンバーアンダーライン・アイの初の単独公演は多くの人々の心に深く刻まれました彼らのパフォーマンスはただのダンスではなく一つの芸術作品として多くの人々に感動を与えました今後も彼らの活動がさらに多くの人々に感動を届けることを期待しています 彼らの次のステージがどのようなものになるのか非常に楽しみです観客もまたその日を心待ちにしています No. アンダーラインアイとダンサーたちのコラボレーションはこれからも多くの人々に感動と興奮を届け続けることでしょうその背後には数えきれないほどの努力と情熱が込められておりそれが彼らのパフォーマンスをさらに輝かせています そしてその次のステージでまた新たな感動を共有できる日を楽しみにしています彼らの物語はまだ始まったばかりでありこれからも多くの素晴らしい瞬間が待っていることでしょう今後の活動にも期待しさらなる成功を祈っています彼らの次の公演がどのようなものになるのか非常に楽しみです観客もまたその日を心待ちにしています ナンバーアンダーラインアイとダンサーたちのコラボレーションはこれからも多くの人々に感動と興奮を届け続けることでしょうその背後には数えきれないほどの努力と情熱が込められておりそれが彼らのパフォーマンスをさらに輝かせていますこれからも彼らの活動に注目し応援し続けたいと思いますそして その次のステージでまた新たな感動を共有できる日を楽しみにしています彼らの物語はまだ始まったばかりでありこれからも多くの素晴らしい瞬間が待っていることでしょう今後の活動にも期待しさらなる成功を祈っています